挫折を乗り越えた天才、いよいよビッグスターへの一歩を踏み出すビッグアーサーを管理される藤岡健一調教師です。よろしくお願いします。お願いします。春のチャンプとして挑む大一番なんですが、今のご心境は。まあ挫折を乗り越えてくれたんで、はい、まあ王者として負けられない気持ちで挑もうとは思ってます。もう僕らファンは勝手にセントウルステークスの勝ち方を見て絶対王者だなと思ってるんですが、そうですね、逃げて勝ったんで、はい、そういうレースもできたなっていうぐらいで、本来ならあんまり逃げてほしくなかった部分なきにしもあらず。安心を持ってレースを見るのか、それともやはり油断ができないという気持ちで。いや、もちろん油断できない気持ちで、レースに行こうと思ってるんですけどね。牝馬、息のいい牝馬もいますし、敵相手を見渡してどんな感じですか。そうですね、その前走は、G2 といえどもそこからまた違う路線で来てる馬がたくさんいるし、それこそ若い女の子もいるんで、油断するつもりは全くないんですけど、気を抜かんように行こうかなっていう。今日行われた最終追い切り、手応えはいかがでした。ちょっと馬場状態もあんまり良くなかったし、時間帯も遅かったんで、ある程度時計はかかるかなっていうふうには想定はしてたんですけど、思ったより、気持ちが乗ってるんで、前半抑えすぎた分、全体の時計も少し想定してるよりはかかってる。でおしまいも、結構いっぱいいっぱいになってたんで、そこで、結構苦しいところ頑張れたんで、これで、いい状態で持っていけると思います。先ほどのコメントの中に逃げてほしくなかったというコメントもありましたが、今回不安も逃げるんやろかと、それともある程度控えてこれまでのビッグアーサーのレースに徹するのやろうかと、ちょっとここは展開を考える中でも難しいんですが、そうですね、僕の考えはその好意から、はい、宮城年のようなレースができればっていうふうには思ってますけど。そういうのはジョッキー雄一騎手に伝えたりはするんですか。いや、もちろんそれはそうするんですけど、はい、手離れてしまえば乗るのはジョッキーなんで彼がどう思ってるか、レースの展開もあるし、はい、枠順その他、いろいろあるんで、その辺は、一流ジョッキーなんでお任せはしますけど、はい、わかりました。じゃあ最後にカメラに向かってファンの人に皆さんに一言ください。春の王者として、悔いのないように、仕上げできたんで、順次連覇できるように、皆さんで応援していただければと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。藤岡調教師でした。